こんにちは、翔太です。今日もクラクラやっていきます。今日はですね、ワールドクエストテンスラコラボのワールドクエストやっていきたいと思います。まあ大体ですね、なんだっけな、3年前ぐらいに1回やってるんですけど、ワールドクエストめちゃめちゃ長かった記憶がございます。はい、というところで、まあ、早速ねやっていきたいと思います。で、リムルが、まあ、リムルがね、その召喚されちゃうわけですよ、この世界にね、7つの大罪のこの世界に召喚されてしまいまして、まあ、異世界へ転生って言ってるんですけどね、まあ転生してまた転生してきたっていう転生ループにはまってるリムルですね。はい、まあ、そんな感じでやっていきますと。で、まあリムルはまあいろいろね、探索をするっていう感じですね。等級40,000、ちょっとでアイテムがパンパンだったんですいませんって感じですねいやもうね、ちょっとアイテムの1個の枠の数を増やしてほしいね。もうなんか毎日っていうかすぐパンパンなんだよね。なんでね、ちょっとアイテムの枠を増やしてほしい。おお、緊急メンテ入るやないかい。まあ、緊急メンテ入っちゃうんですけど、まあ、やっていきますと。で、まあ、このリリアっていうやつがね、リムルをね、召喚するんですね。で、このリリアっていうのはね、この世界をぶっ壊したいというところで、まあ、暴風竜のリムル、まあベルドラとかね、そっちですね、そっちのね、なんだろう、強大な力でこの世界をぶっ壊そうとしてリムルを転生したんですけど、まあリムルが歯向かったんで、お前なんて用済みよっつっていなくなりましたね、多分で、雲ですね。もう食っちゃえばいいんだよね。食っちゃえばいいんですけど、まあちょっとスキル水陣しかないんでね。水陣とフルポーションみたいな形でやっております。お、久しぶりにさ、ちょっとリムルの必殺見るかな。等級40,000なはずはないんだよ、ね、もっと強いんだけどね。で、ぶっ飛ばしいの、ぶっ飛ばしいのと、で回復して毒食らうんだね。テンスラの世界ではね、毒食らわないんですけどね、まあこの世界に来るとね、ちょっと毒食らうみたいですね。結構無敵なんだけどね。まあちょっと必殺はね、次のフェーズに取っときますから。よし、倒していく。雲倒していく。回復していく。そしてボス、巨大猛毒雲ですね。まあこれも必殺ぶち込んで終わりにしちゃいたいね。必殺、ちょっと必殺久しぶりに見るわ。黒稲妻っつってね、言っておいてと。単体攻撃なんだね。倒しきれない、そんなわけないだろう。うちのリムルがそんなわけないだろう。倒しきれないことないでしょねえ。
いや意外にここ長いな。ちょっとやってほしかったけど、まあしょうがないですね。俺自分で持ってるリムルで使わせてくれたら多分もうちょっと早く終わるはず。ここで結構時間食っちゃってるやん。やっぱねこの調子だとねかなりやっぱ時間かかるね。いやこの調子だとかなり時間かかるね。最初でこんなに時間かかってるからね。ダイヤゲットしぐえ。いやダイヤ美味しいね。やはりあなたを私が探していたっていうことは、でも雲倒しただけでさそんなわかる？そんなついこいつめっちゃ強えなってわかる？そんなことないでしょ。今の戦闘からさ世界を滅ぼせそうな感じに見えるの。謎ですね。んでリリア戦すかね、この世を滅ぼすっつって。リリアじゃねえやリムルもねびっくりしてるんですけど、今の戦闘じゃ分からんしょ。なんでこんな子に育っちゃったのリリアちゃん。世界をぶっ壊したいなんてさ、そんなさ幼少期にだいぶトラウマあるの？なんかあったんかな？ねえ。召喚に失敗した、やっぱりね。始末してあげる。早いな。始末するまで早くね？コウモリやっていく。で、早々にリリアもぶっ飛ばしてジジと。いう感じですね。はいはいはい、ダイヤ1ね、欲しい欲しい。まだねガチャね、やっぱまだ300マイレージ300までしか回してないんでね、ちょっとダイヤ貯めたいんすよね。だからワールドクエスト必須やね、やらなきゃいけない、ダイヤのために。あら飛ばされちゃった。またリザードマンの悲鳴ですと。あれなんだっけな、確かリザードマンとかオークとかそこら辺とかも来るはず。おかしいなあ。ここのリザードマンはあれか、テンスラのリザードマンじゃなくて、グラクロの方のリザードマンってことね。めんどくさいですね。もう出直してあげたんだね、怪我したから。ちょっとこれ長いな、どうしよっかな。ちょっと長いっすね。で、はじめましてということで、やっとあれですね、7つの大罪登場ですね。少し時間がかかる。いやーもうちょっとね長い、もうすでに長い。ちょっとまあサクサク進めていきます。でダイヤゲットと、美味しいね。もう常にダイヤゲットしたいね。わかんねえ、周りはなんかわかる、みたいなのもさ見たことあるが、このような特徴を持ったもの初めてと。なるほど。長いな。いや長いわこれ、ちょっとやばいな。これね、これね、何時間ぐらいかかってたっけ前。多分2時間ぐらいかかるような気がするんだよな。これちゃんと後のスキップせずにやると2時間以上かかったな確か。いやそんなかかんなかったっけな。
多分ストーリーだけだったらそんなかかんないんだよね。1時間ちょいやればやれんのかな。よし、ダイヤゲットという感じですね。で、ここでリムル登場。さっきの化け物ホークを飲み込もうとした、エリザベスとホークを飲み込もうとしたけど飲み込んでないよと、かばっただけだよと。俺は悪いスライムじゃないよ、出た。そうだよ、悪いスライムじゃないんだよね。でも信じてもらえずに戦闘開始という感じですね。で、リムル戦、リムル戦入ります。で、僕はね、クリスマスイベントでゲットしたエレインちゃんとリリアを使っていきますと。で、サクッと、まあ、ここもクリアしてダイヤゲットと。かわいそうに、悪いスライムじゃないのにね、かわいそうですね。食おうとしてるんじゃないんですよと。で、リムル倒しきれるかな、これ。倒しきっていうく、あら、必殺見とけばよかったな。久しぶりにバトルームに必殺見たかったな。オッケー、リムルのコインゲッツと。いいね。反撃せず攻撃を受け続ければ、なるほど。よし。で、まあなんだかんだでミリム登場と。いや、長いってマジでやばいな、やばいですね、ちょっと長いっすねこれは。全滅、全滅じゃないか、壊滅した。暴れてますね、ミリム。魔王と少佐もの、まあ見た目によりませんよと。
なんみんなあれだね、全然話分かってくれない人たちですね。ここはねメリオダスのカウンター注意だね。なんでもうあれですね、これね攻撃しない、最初のターンは攻撃せずに、まあ必殺をために行くイメージかな、知らんただでも多分ここで攻撃して次のターンで攻撃しちゃうとカウンター食らって多分死亡するね。なんでまあここはね2ターン目から攻撃でいきます。これでなんとか耐えてもらって、耐えてもらった後に必殺溜まって必殺でね倒すっていう形がいいかなと思います。ここは多分ね、まあこれ耐えてるんで、でまあこれで、ね、必殺入れて、バスター入れてあげて、決まってる。炸裂していく。オーケー、イージー。いいね、かわいい。いいね、かわいい。ダイヤもゲットして、ナイス。仲良くしましょう。まあ、その通りです。そうだよ、いい加減にしろよ。やりすぎだよ。よし、やっとラストステージかな。よし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 、ラストステージっすね。ちょめんどくさいなもう。でリリア登場と、諸悪の根源登場しましたねでここであれかな、オークディダスディダスターと対決かな。オークと対決だったようだね、確か。何捨てるゴミ出しみたいな捨てるゴミ出しってちょっと失礼だな。おい、豚さん来ましたね。豚さんじゃないけどね、もうね。オークディダスターとやっていくか。多くね、オークちゃん倒していきますぜと。なんかオークってなんか必殺演出あったっけな、ちょっと見たいな。これで倒しちゃう、もしかして大丈夫、倒していくやべ、速攻倒しちゃったな。まあしょうがないね、うん。しびれを切らしてるところがあるんでね、私も。なるほど、戦闘が長くなっちゃうんでね、今まで使ってるキャラクターでやると。ゲルド、あーゲルドね、はいはいはい。ゲルドに攻撃することによってリリアにその攻撃が還元されて、それがパワーになるっていう謎の仕組みになってんね。でこれでリリアが覚醒するんだよね。覚醒リリアになって、こうなんちゅうの、猛威を振るうというか、そんな感じですね。
まあつってもまあすぐ倒せるんだけど、で、リリア覚醒していく。覚醒リリア来ましたね。それでゲルドへの攻撃が発生した力は魔力に還元されるっていう謎のね仕組みになってますね。で覚醒したリリア、禁じられた力ですと。ああもうリブルも怒ってるやん。あそうそうそう、滅ぼせるわけはないんだけど、真の暴風というところにリリア登場。投球15万。まあでも一番ね、この多分イベントで一番投球高いんじゃない、15万なんで。うちのメゲルダちゃんが成敗を下すというところで、かわいいねかわいらしい。でダイヤもゲットしていく。 OKOK 諦めるリリア、ちょっとおかしくなっちゃったよ。結局逃げるんでしょ、ずっとリリア逃げてるやんね。まあいいんだけどね、可愛いから可愛いから何でも許されるみたいなね、そんな感じですよね。捕食していく。まあただ逃げられちゃったね、やっぱりね。あとこれですね、元の世界戻る方法の、これね僕ちょっとやらかしてたんですけど、この魔力の破片1個集めるってやつなんですけど、これねここイージーやってくださいあのね、これイージーじゃないと魔力の破片ゲットできない。これね、あの僕ねさっきまでね何回もねハードずっとやってたんですけどハードとノーマルあれと思ってやって、なんかゲットできねえなゲットできねえなと思ってたらね、これねイージーじゃないとダメですなんでイージーやってください俺ずーっとアホみたいになんかさっきずーっとハードずっとやって、ゲットできねえなゲットできないなっつって、ランダムなんかなと思ったらね間違えてた。普通にイージーやればゲットできるんで、維持やってください。ちょっと引っかかったわ。最後、まあ、引っかかる人いねえか。俺ぐらいか。いやー、最後の最後あれっつって。情報収集。情報収集は何ぞやと。ああはいはいはい、リムル戦か。まあ投球9万なんでこのまんま行ってもいいんじゃね。まあでもちょっと時間かかるんでフルパでやります。おお、リムルベニマルミリムという形ですね。フルメンバーじゃん、今回のコラボのフルメンバー来ましたね。まあここはねサクッといきますかサクッといきたいですね。 OKOK もうサクサクいくわ。グラトリーン、
まあこれもうバチッと決めちゃいます。召喚っていう感じっすね。はいはいはい、もう早く終わらせに行きたい。これ合計今多分2時間ぐらいやってるような気がする。ちょっと長いんでこう結構区切ってやってるんですけど、多分2時間ぐらいやってる全部合わせたら。よっしゃー、これでね全部一応ストーリーか、コラボストーリーは全部いったんじゃない。ストーリーはまあ全部いきましたね。でこれでいい感じに全部集まった。 OKOK。 あとはマーリン待つだけ、クリアしていく。マーリンの準備終わった。よじゃあこれでねメインストーリー、テンスラだ、テンスラのメインストーリーこれで終わりかな。戻ろうという感じですね。魔法陣キーの、え、まだあるんかい。特急14万のリムルとバチバチに戦うと。いや戦った魔法陣を作り出した、戦ったエネルギー魔力でね、その原動力に異世界に飛ぶという仕組みらしいですね。仮説が事実である場合、それに伴うリスクも存在、実在する。まあでもね、それしか方法ないんでね、行っちゃってくださいと。でまあここもね戦闘ですと。よっしゃやっちゃうよと。まあここもサクッとね終わらせてましょう。で最後はキングでね締めてもらって、これでこれが本当のラストやな。始まったようだ。それじゃあね、いつかまた会えたらこの恩は絶対返す。ここまでだ幸運。うわー、無事に帰れたのか。あっさりだね最後あっさりだったね。レシピもらえる。一番うまい残飯も作ってもらえなかったフォークはね、まあ、ずっとねご飯のことしか頭にないんでね、しょうがないですね。少し研究したかった。まあそうだよね、マーリンからしたら研究材料だよね。 OK、 これでテンスラのコラボイベントストーリー終わりですね。ストーリーすべて終了と。
はい、という感じで、ストーリーすべてクリアしました。でイベント鉱石まだ、残ってるんでね、まあ、こちらもちょこちょこやっていきたいと思います。いや疲れました長い、めちゃめちゃ長かった。いやおう、まあ期間中はねまだリムルもいるんですけどね。はいはい、という感じで今回はコラボイベントストーリーやってみたというところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。